こんにちは、はるです。今日はセブンティーミュージアムに行ってきたので、そちらのランダム商品の開封とのグッズが届いたので、これも開封していきたいと思います。でまずセブンティーミュージアムのものから開封していきます。文字が書いてる、セブンティーミュージアム2022。これは入場特典、入場特典はもう見ちゃったんですけど、これスンガンちゃん、スンガンちゃんでした、はい、でこれが4000以上買うともらえるステッカーで、ネイビーと白がもらえたんで、前期の時はネイビーもらったんで白をもらいました。で、あとこれが前期の時に買いに行った時に在庫切れで予約してたものが受け取れたので、これを開けていこうかなって。あ、透明のカードみたいなやつ。おお。でも入れ物も可愛い。こんな感じで、こんな感じの透明のカードが2粒入ってるものになります。かわいい。さあ、このランダムは2種類ずつ買ってきました。ステッカーと、カードホルダー買ってきました。せーの。あ、ほら、はい、あ、クプス、クプスが来てくれた。あ、なんかファイルみたいになってる、なってて、で中にステッカーが、お、めっちゃ入ってる。かわいい。1、2、3、4、5、6、これ6枚シールが入ってました。次、ほいほい、あ、ノギャム、ノギャムが来てくれた。ノギャム、このかのシールがかわいい。こんな感じ。かわいい。かわいい。こんな感じのシールが入ってます。次。せーの。はい。はい。あ、クプス。すごい。クプス。めっちゃクプス来てくれる。かわいい。ああ、くっついてなかった。こんな感じで。かわいい。これを中に入れて、こんな感じで、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。あー、これは欲しい。はいはい。あ、バーノンちゃん、バーノンちゃんが来てくれた。めっちゃかわいい、かわいい、めっちゃ。ポストカードか、なんかすごい、めっちゃしっかりしてる入れ物が。お、お、すごい、え、すごい、なんかめっちゃ、え、すごい、え、なんかめっちゃすごい。普通のポストカードじゃなくて、めっちゃ硬い、めっちゃ硬くて、すごい、なんか光沢がめっちゃある。うわ、すごい。うん、これはなんかすごい。すごい。いいよ。お、かっこいい。めっちゃアップ。かっこいい。大丈夫。かっこいい。かっこいい。すごい。めっちゃこんな感じの。ほら、こんな感じ。熱いポストカードでした。すごい。全然こんなやつ見てなかった。すごい。こっち。これも、これはのクリアポストカードって書いてた。なんか、ん？あ、こういうの。すごい。
あ、え、すごい、ティノちゃんもう透明すぎる。え、あ、え、あ、ん、あ、プスだけ声出しが入ってるんだね。あ、すごい、透明すぎて、すごい、こんな感じ、かわいい、めっちゃ、めっちゃ透明。プス、ハミちゃん、あ、なんか、ちょっと待って、これはすごいよ、なんかめっちゃ傷入ってんねんけど。えー、これはショック、なんかすごい目立つところに入ってる。透明やから傷がつきやすいんやけど。シュワ、ジュンくん、ヨシくん、ボーヌ、ウータン、ハオちゃん、リング、ロギョム、スンガンちゃん、バーノンちゃん、リノちゃん、こんな感じです。かわいい、めっちゃ良かった、めっちゃかわいい。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。